皆様ごきげんよう。コンシェルジュの四国メタンです。今回のタイトルはリップル社1050万 RLUSD ステーブルコインを一気に発行、ローンチが近いのかです。ぜひ最後までお付き合いください。米国のブロックチェーン決済企業であるリップルはメインネット上で RLUSD ステーブルコインのテストを強化しました。リップルステーブルコイントラッカーは同社がトークントレジャリーで1050万 RLUSD を発行したと報告しました。これはステーブルコインの提案された注目度の高いテストの一つですが、未定のローンチ日が近づいている兆候です。ステーブルコインの世界に向けた RLUSD の準備、リップルのステーブルコインのローンチがエコシステムにとって何を意味するのか疑問視される中、リップルは何ヶ月もの間厳しいテストを実施してきました。リップルは RLUSD によって業務が強化される可能性がある市場で注目度の高い決済会社の一つであり続けています。 RLUSD のテストには発行、焼却、転送など様々な段階が含まれます。目標はステーブルコインが最終的に稼働した時にあらゆる運用上の需要に耐えられるようにすることです。最新の1050万 RLUSD の発行にかかる総コストが 0.000135XRP であることから、この元帳の低コスト特性は依然として明らかです。記法の通り、リップルは今月初め1時間で44万 1000RLUSD 以上のステーブルコインを発行し、それがいかに容易であるかを強調しました。最終的にローンチされるまでに同社がどれだけの発行、焼却、転送を行うのかは不明ですが、期待は高まってきています。注目の競合他社、過去数年間暗号通貨エコシステムではステーブルコインエコシステムに活発なプレイヤーがいくつか登場してきました。ペイパルの P1USD から潜在的なレボリュートステーブルコインまで、競合相手の数は依然として多いままです。 RLUSD が最終的に開始されると、リップルはテザーの USDT とサークルの USDC の優位性と競合することになります。 XRPL とイーサリアムブロックチェーン上でのローンチを希望していますが、初期の予測ではこのステーブルコインは有望であると思われます。メインネット上でトークンを最終的にローンチする前に規制当局の承認を得る必要があり、タイムラインは今年から2025年第1四半期に変更される可能性があります。いかがでしょうか。いよいよテストも大詰めを迎えているようですね。こちらもローンチが発表されたら急騰しそうですね。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。